アニメーションにおける技法でお化けっていうものがあって、なんかそのキャラクターが生き生きとして動くために、そのアニメーターがこうやって手を振った瞬間とかに残像を駆け起こしたりとかするっていう表現があって、なんかそのお化けについて制作しようと思って。なるほど、残像が主体になっている作画っていうことになるんですか。そうですね。なんかその映像が進んでいくときとか、アニメーションが描かれるときに、手の動きでここからここまで動かす、この間をなんか手と手の間をトレースするんですけど、その中割りの無限性みたいなものが、すごい宇宙が詰まってるな。